はい、今日も田舎の実家の廃工場をもっといい音のレコーディングスタジオに大改造していこうと思っているんですが、これは何でしょう。おお、あっちっちですよ。これ温度計なんですね。熱っ、もう鉄板熱っ、もう鉄板熱々です。この日はね、9月だったんですけどね、頃がこちら、15度ぐらい低かったですね、ちょっとあったかいぐらいですかね。前回まで貼ってた遮熱シートの効果あり。なんかこの絵が面白い。なんかね、このカメラ覗いてたらね、なんかこの絵なんかのゲームみたいだなと思いまして、ひとまず遊んでみた。ということで、シュガーフィールズ原です。はい、今日もやっていきますよ。まだもう全体のね、工程のね、ただまだまだ全部で1000歩あるとしましょう。1000歩あるとしたら今2歩ぐらいのところです。私の構想の中では、まだね、もう何のね、工程表ももう僕の頭の中あるだけですけどね、まだこれね、感覚としては2歩ぐらいです。はい、これなんでしょうね。はいはい、一つできました。もう一つあるんですよ、これ。さ、はいはいはい、これも初めて買ったもんだからね、こうまだ慣れてませんよ。ようやくとりあえずなんとか組み立てて、で多分ね、俺ね、この板使えると思ったんですよ。多分ね、ここにあるどっちか使えると思ってこっちを選びました。これもう20年ぐらい放置してる板ですから、これ多分、あ、これ使えるんじゃねえと思ってね、この足を買ってきたんですね。ちょっと汚いんですけども、ほこりまみれだったんですけどね。はい、作業台です。作業台、結構いい木じゃない。なんかね、なんか扉だったんですかね、なんかね。列車、車掌は僕だ。だるまの笑い、田舎へ行こう。歌は楽しく。来る日も明日も明後日も、もう一度言いたいあの言葉。バスはもう行ったよ。バスはもう。曲はザ・シュガーフィールズで、バスですかね。はい、ジーンズ買いました。私はもういつもこれです。リーのブーツカット。はい、1個ね、汗かいてね、
まだ3メートルの10本です。お、これは延長ケーブルね。延長ケーブルもたくさん買いました。これはね、今晩ちょっと照明器具をね買ってみたんでね、それも設置してみようと思ってるんですけど、これなんでしょうね。いろんな道具があるもんですよね。いや、道具ってすごいですよ、本当に。いろんな便利な道具があるんです。ねえ。すごいね。これ。ボッシュのね。針入ってますね。充電はどうするの、充電は。充電問題。どうするの、電動でしょ？ USB 端子。USB で充電するのか。USB で充電。あ、ここか。USB で充電するみたいですね。ここでね。へぇー。こう。あ、ここ。ここなら12、3人でできるかな。はい、ね。こうだ。こうか。で。おぉ！わあ、はまったよ。わあ、撃っちゃった。すごっ。これ怖っ、怖っ、怖っ、怖はい、もう思わずね、試しで早速作業台に打ち付けてしまいました。電動タッカーですね、前回までね、手動でバチバチやってましたけど、これ電動でプシプシいけるんですよ。押さえつけるだけでパチンと入るっていうね。ゴミ箱も買ってきました。はい、大きなゴミ箱90リットル。はいはい、ね、ああいう風に転がせるんですね、キャスターがついてて。はいはい、踊りましょう。踊ってます、踊りましょう、一緒に踊ろう。はい、ゴミ箱さん、こんにちは、よろしくお願いします。はい、90リットル2つで180リットル。わははははは、いやー、これからもよろしくね。はい、はい、よろしくはい、ありがとうございました。はい、銀の男、銀のマントの男登場でございますが、はい、まあそれはまた次回で。チャンネル登録、グッドボタン、ありがとう。愛してるぜ。